日本鹿児島県鹿児島市桜島二股町、桜島二股町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島号二股村、鹿児島郡西桜島村大技、二股、鹿児島郡桜島町、二股。郵便番号は891-1412。人口は135人、世帯数は71世帯。桜島の北部に位置している。 町域の東方には桜島白浜町、西方には桜島松浦町、桜島青道町がそれぞれ隣接しており、北方には鹿児島湾に面している。海岸沿いを鹿児島県道26号桜島港黒上線が東西に通っている。主に運州みかんや野菜を中心とした園芸農業地域である。二たという地名は戦国期より見え、 大隅国向島のうちであった。天正13年に、上井格権領であった白浜と二股の間で、教会をめぐる論争が起こり、向島里の児童の裁定により、教会が確定されたが、二股の住民はこれを受け入れずに、教会線の変更申し立てたが紛糾したとされる。江戸期には、大隅国大隅軍桜島里のうちで、村高は、 急高給量では40国余りであった。安永大噴火では、化石が村内に落下するなどの被害を受けた。文政7年に、井の忠敬による桜島の測量が行われ、二股は松浦のうちと記されており、三国名称図へには、二股村は松浦村の子孫であったと記されている。1889年に町村制が施行されたのに伴い、 桜島の西半分の区域より西桜島村が成立し、江戸期の二股村は西桜島村の大技、二股となった。1973年には西桜島村が調整施行し桜島町の大技となった。2004年に桜島町が鹿児島市に編入され、大技二股は鹿児島市の町名、桜島二股町となった。 私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。